皆さんこんばんは。今日もよくこの天気が悪い中にお集まりいただきまして本当にありがとうございます。せっかく皆さんに方に来ていただきましたので一生懸命話をさせていただき、なるべく早く説明が終わった後にですね、皆様方のご意見を聞く機会をたくさん取りたいと思っております。私もご存知の通り市長になりまして約半年が過ぎたところであります。まだまだ新米感は抜きませんけれどもしっかりと皆様方の声を市政に反映できるように今日も張り切ってまいりたいと思いますので皆様方の忌憚のないご意見をこの後お願いをしたいと思っております。それではまず先ほど司会の方が申し上げた通りこの最近の動きからお話をしたいと思っております。まず本日の会次第になりますが本日は今開会をしまして今日の意見交換会のテーマが皆様方が日向市に提案をしたいことということを述べさせていただいております。ぜひ皆さんのこうなったら日向市がもっといいんじゃないかとまた自分はこういう分野が得意だからこういうことを提案したいという前向きな意見がありましたらお話をいただきたいと思っております。この座談会はですね、この相互理解をしっかりと深めていく情報発信の場であります。この場のいろんなやり取りはですね、後ほど市の中で各担当にしっかりと共有をさせていただきたいと思っておりますしまた今日参加できなかった方にはこの映像をですね、後に動画で配信をする予定にしております。今日は定例会としまして年4回これを計画しておりました。今日は第2回目であります。前回もですね非常に明るく前向きな意見が多くありまして非常に私も参考になりました。ぜひ今日もですね皆さん方の意見をよろしくお願いいたしたいと思います。まず前回の座談会の振り返りということで前回7月16日にこの場所で行いました。今回もう少し人が多かったかもしれませんけど40人ぐらいおりまして、その時に伺った意見に、こういったものがありました。地域おこし協力隊が日向市はどうなってるんだ、非常に長続きしないという話もあるんじゃないかという話がありました。日向市の道の駅とか、そういったものをもっと利用を活用した方がいいんじゃないか、ぜひ高速道路の中にパーキングエリアを日向市内にも作ってほしいという意見がありました。また私が政策目標としております日向市の土地利用の見直しというものに関してもやはり同じようにですね、同様に自分たちの地域の土地利用の話を聞かせていただきました。また観光そしてふるさと納税他の地域に負けないようなふるさと納税ということも聞きました。そして子どもファーストについてそれぞれの分野の皆様方からお話をいただいたところでございます。そしてまた今日も皆さん方にアンケートをお願いをしております。その中で日向市の強みは何だという話をテーマがありました。その中でやはり日向市の風光明媚な金ヶ浜や奥良ヶ浜そして馬ヶ瀬そして来栖の海ということで非常にいわゆる景勝地が上位に来たところであります。また他の地域に真似できないこの景勝地の素晴らしさもありますがその後にひょっとこ祭りありましたり、またイベントもですね多く出させていただいたところであります。もちろんマンゴーであったりヘベスであったり日向市の農産物皆さん方が考えることはですねやっぱり、この地域の素晴らしいものをもっともっと広めていただきたいということをたくさんいただいたと思っております。これからがちょっと、この7月の意見交換会からこれまでの私また市の動きとしての取り組みをちょっとご紹介したいと思います。まずもってですね、市政の動き、7月31日に国への市単独要望を行っております。今まで日向市もいろんな財政面で、国にお願いしなければならないことが多数ありましていつもこの7月の末ぐらいに上京してですね、各役所を回って、我々のこの実現したいテーマを、いわゆるプレゼンのような形で陳情をするところでありますがなかなかその
一気にことが進むことはありません。もちろん予算獲得のために私たちも苦労しておりますが、今までであったら国交省しか回らなかったところ、国交省だけではいけないということで財務省も回らせていただきました。まあ、財務省もですね、しっかりと話を聞いていただく機会というのは実は非常に難しいところでありますが、その陳情要望も受けていただいたところでございます。またですね、観光庁の長官にもお会いをして、まあ、観光に対しての話もですねさせていただいたところでございます。そして8月の2日、皆さんも覚えておるかと思いますけども、日向坂命名式というのをやりました。日向市は先ほど言ったように非常に景勝地が素晴らしいんです。来栖の海も素晴らしい、馬ヶ瀬も素晴らしい。しかしながらなかなか遠くからお客さんが来てくれないし、素晴らしい素晴らしいと地元の人が分かってても県外の人には伝わらないというところがありました。しかしながらこの9月に日向坂46が宮崎県でライブをするということで、あらかじめこの日向市にもこの方々の名前の由来となる日向坂を作ろうじゃないかというプロジェクトを実行しまして、日向坂46のメンバーの方々を日向市に来ていただきまして、来栖の海から上から見るとこの S 字カーブになっている460メートルを日向坂というふうに名付けまして、でそこに標柱ですね、これ木の芽会の日向市の木の芽会の方々が無償で作ってくれたんです。これを建てまして、ここを聖地として作り上げました。まあその時にはですね、こういうタレントさんが来てこういうの作ってくれて、よかったねぐらいの話だったんですけども、もう皆さんご承知の通りその後日向フェスが9月にありまして、まあ、この道が全て自動車で埋まる大渋滞になるという非常に大きな波及効果を生んだところでございます。先日の宮崎大学が発表したこの日向フェスによる宮崎県の経済効果は29億円ということでありました。で宮崎市がもちろんコンサート会場でありましたので、非常に多くの方が宿泊もしライブにも行き、多くの飲食店も盛り上がったんですが、なんと宮崎市の次に訪れた市町村が日向市だったんです。宮崎市以外で一番訪れた町が日向市ということで、全国から約4万人の方がライブに延べ参加したんですけど、そのライブに参加できなかったことも踏まえて日向市が2番目に来たということでありました。まあ、この後にも日向坂駅も来ますけれども、ちょっと順番が悪いので日向坂駅を先に行きますね。この日向坂46駅、これ JR 九州さんと日向市がコラボして、そこに日向坂46さんたちとやりました。これ4日間に日向フェスは9月の土日であったんですけど、その金土日月の4日間でこれ JR 九州の宮崎社長から聞いた話ですけども、入場券だけで2000枚売れた。2000枚、入場券普段1枚も売れないものが4日間だけで2000枚、おそらくその1週間到達すれば3000枚とかすごい数が売れたんだと思います。まだこの乗降客まではわからないんですけども、このフェスの間に日向市に滞在した方、そして日向市を訪れて日向市の物産館でお土産を買ってくれた方、またタクシーやレンタルサイクルを借りてくれた方だけでも9000万円以上の売り上げが出ております。もちろんその人たちが居酒屋に行ったりレストランに行ったり、タクシーに乗ったり、いろんな経済効果がありますので、おそらくもう何億円以上の日向市にも効果があったんですが、その宮崎でやるイベントをこの日向市まで呼び込めたということが私は非常に大きな成果だと思っておりますし、この駅がですね、残念ながら10月末で終わります。でも今日聞いたところによると、未だにまだこの駅を見に遠くから来て観光協会にお話日向坂に行きたいからということで問い合わせがあるというふうに聞いておりました。また宮崎大学の方もですね、このブームはまだまだこの日向市は引っ張れるというふうに試算をしておりますので、
できれば定期的にこのメンバーの誰かがですね、日向市まで来ていただくといいなというふうに思っておりますし、まあ、なんとかこのご縁をですね、うまく日向市にさらに使えるように、私も努力をしてまいりたいと思っております。そしてまたちょっと飛び抜かしました、これすぐ直近、すぐこの前なんですけど、ローカルデジタルノマドシンポジウムっていうものが日向市で行われまして、でデジタルノマドって何やという、私もそう思ってました。で、皆さんワーケーションって分かりますかね。コロナの時に流行った大都会の方々も会社に出勤せんで、どっか好きなとこから仕事していいよっていうことで、バケーションとワークを足してワーケーション、まあ、いわゆるいろんな観光地に行ったり、または別荘みたいなちょっと遠くに行ったりホテルに泊まったりしながら仕事をするという、まあ、パソコン一つ持って、全国を飛び回るような人たちなんですけど、それの国際版がデジタルノマドっていうんですよ。でデジタルノマドのノマドって何かっていう話なんですけど、ノマドって訳すとですね、遊牧民っていう意味らしい。これがなんと世界中に3500万人いらっしゃって、実は日本は非常にこれ取り逃してます。この全国をこの回遊するビジネスマンを、要は全国全世界を回遊するビジネスマンを日本に取り込もうということで、今国がビザを緩和して日本に長く滞在できるように今法律を改正をしておりまして、そこで今外国人を取り込んでいこうということで、今全国5つの自治体地域を交えてこの推進地域ということで日向市も選んでいただいているところでございます。でこの全国でこの大会がありまして、私もこの前勉強会のシンポジウムに登壇をさせていただきました。まあ、皆さん方も聞いたことあると思いますが、北海道のですね、洞爺湖とかですね、洞爺湖町の町ですね、まあ、人口が8000人ぐらいらしいんですが、年間外国人が何十万から何百万まで来るそのニセコ地域と一体となってこの外国人を呼び込んでいるっていう話もありました。残念ながらまだ日向市にはそこまでのブームが来ておりませんが、しっかりとこれを呼び込んでいけるような仕組みをですね、今後ともやってまいりたいと思っております。そして次に9月市議会の主な内容になります。実はこの前にですね、8月に臨時議会が行いまして、今日参加しております黒木松尾副市長をですね、市議会に選んでいただきました。ご紹介いたします。黒木松尾副市長でございます。副市長ちょっと映像に入らないと。8月13日にですね、副市長を拝見しました黒木でございます。それまで総務部長を務めておりましたけれども、これまた新の御様にですね、また今後よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。もう黒木正夫副市長はですね、非常に行政経験も長くて、非常に頼りになります。私も今までこの政治経験は長いんですけども、行政経験はありませんので、非常に今総副市長にですね、頼るところは頼りながら日向市をいかに順風に進めていけるように努力をしているところでございます。9月市議会の内容でございますけれども、まあ、この辺りとかこの予算関係は少し飛ばします。補正予算を組むんですね。で市というのは基本的には前年度の2月議会に次の年の予算を組みます。ただ今年は選挙がありましたもんですから、その途中途中で必要なものを補正予算として組み上げることがあります。まあ、来年に関しましては今準備をまさしくしているところでありまして、令和7年度予算に関してはまた来年の2月議会で議決をしてやる、1年間の予算を組んでいくような形になっておりますが、9月補正、じゃあ何をしたのかということでありますが、まず皆さんも以前から図書館がどうにかならんのかという話が出ております。日向市の図書館は非常に
昔保健所として使われてたものを今無理やり、まあ、図書館にしておるんですけども、この図書館をですね、じゃあどういう図書館にしていくんだという研究をしていくための調査研究事業というものにまずは予算をしました。でこれはじゃあこの人口が、まあ、6万人ぐらいの日向市がどのぐらい大きさでどんな機能をして本はどのぐらい、保管できてというものを踏まえたあの図書館であります。今他県にも、まあ、この県内にもさまざまな図書館を取り組んでいる市町村がありまして、皆さん例えばですけど椎葉村の図書館って行ったことありますか？椎葉村実はですね、まあ、非常に椎葉村の小さな自治体なんですが図書館素晴らしいんですよ、まあ、私もで例えばまたあとは日の影町っていうのが役所の中に図書館のが入っているっていうようなパターンもあります。都城はですね旧デパートの跡地がそのまま大きな図書館になっておりまして、まあ、非常に今都城図書館も脚光を浴びております。まあ、そういったことで自治体ごとにどんな図書館にするかというテーマがですねありまして、まあ日向市もこれから研究をしてどういった図書館を作っていこうか、もちろん予算との兼ね合いもありますので、何でもかんでも入れ込んでいけばいいというものではありませんので、まあ、やはり市民のニーズは踏まえながら図書館建設を考えていきます。ぜひともまた皆さん方のこういった図書館がいいんじゃないかっていうご意見があればまた皆さん方に意見を聞く機会がありますのでぜひその説はよろしくお願いいたします。そして次、再造林工場ということで、まあ、いわゆるもう今木をどんどん伐採していってもいるんですがなかなか次を植えないことがありますのでこれをしっかりとバックアップしていこうということで再造林を強化していく予算であります。そして先ほどこれ申し上げたデジタルノワドワーケーション実証事業ということで、国から予算をいただきましてさまざまなデジタルノワドを日向市に持ってこれないかという研究をしております。そして観光振興事業ですね、実はクルーズ船が今年非常に日向市に今までよりも多く入ってくる計画連絡をいただいております。そのために今まで以上にちょっと今までも予算はあったんですけどそれじゃちょっと足りないということで、受け入れする予算を追加したっていう事業になります。でまたこの日向市の細島灯台とかですねこういった観光地をまあ磨き上げながらまた日向市の魅力一度船で来ていただいただけではなくてまた今度は自ら来ていただくような観光地作りというのを目指してまいりたいというふうに思っております。そして、これ学校 ICT の環境整備事業ですね、このタブレットの更新というものがあります。もう皆さん方も携帯を買ったら何年か1回更新されると思いますけどもこういったことで学校 のタブレットがですね年次更新をしなければいけないような事業となっています。そして皆さん方も8月にありました台風10号非常に日向市も被害がありまして、まあ、その被害対策にかかる補正予算を約1億円、計上させていただいております。また先日の大雨、まあ、非常に線状降水帯でも被害が出ておりまして、これを今今度の議会前にですね調査設計をするような形にしております。はい、でここからが今日のトークテーマ日向市に提案したいことでありますけれども少し日向市の現状を申し上げたいと思います。今日向市は人口ビジョンの改定というものを今年行いました。将来の人口推計を日向市がこう考えているということでありますがこう考えているというよりもこうなってしまうという残念ながら人口減との戦いを今も繰り広げております。で2050年にだいたい4万4000人ぐらいになるだろうというふうに予想されておりましてまあちょっと先じゃねえかとか俺もその頃おらんかもしれんから知らんという話じゃなくてまあこうやってなっていく中にじゃあどうしていくのか、まあ、人口が減っていく中で
例えばさまざまな公共施設、例えばいろんなとこに公民館をどんどん作っていくわけにもいかない、学校もどんどんも維持していくのも難しいっていうことを考えなければなりません。でその中で、まあ、例えばこれはなかなか皆さんもお目にかかる機会がないと思うんですが、小学校区別の人口推移、ある意味先ほど4万4千人になるって言ったのはこういった数字の積み重ねでもあります。一番上、大和谷小学校区域が今は1万人ぐらいいるんですが、1万人ぐらいいたら人口が大和谷小学校区域で7800人ぐらいになるっていうことがこの推計ですね。で各小学校区別に今のところを取ってます。これは人が多い方の地区になりますが、ただこっちが人が少ない方の地区、ここが見えにくいと思いますので、もし後でよかったら資料をですね、入ってくる人が少ないということもあります。そして、これも自然圏、これは人口ピラミッド、これよく見るやつですね。これこの辺はもう飛ばします。でこれ日向市の移住リールというものをまとめております。日向市に移住してきた人の理由ですね。で一番上はもちろん出身地だから、長く県外にいましたけど、やはり昔生まれ育ったところとか 親元に戻りたいということで戻られる方がやっぱ圧倒的なんですが、やはり日向市でサーフィンで戻ってこれる方も数十人、47世帯ぐらいいらっしゃいます。あとは転職だったり結婚が理由で移ってこられるということを今この数値で残しておりますが、やはり一度都会に出ても出身地の、まあ、親元に戻りたいとか親の介護もあるでしょう。それで戻ってこられる方が圧倒的に多いのが事実であります。そして、先ほど人口が減っていくっていう、まあ、少し暗い話をしましたが、人口が減っていくだけではなくて、これは市の財政の話です。市民税の合計額がどんどん減っていきますよっていう図であります。だから、まあ、当たり前ですけど、たくさん箱物とかいっぱい、作っていくと後々この税金の使い道っていうのが固まってくるので、考えて、これからの運営をしていかなければならないっていうことは、まあ、今日お越しの皆さん方はお分かりいただけると思います。これがこれからの人口減少の中での問題点ですね。一番上はもう人材不足、そして労働力不足であります。まあ、人材不足、労働力不足も同じことでありますけども、例えば地区のそれぞれの消防団員であったり、まあ、若手といいますか、いろんなことができる若手の数が少なくなってくるというのはやっぱり問題でもありますし、工場、まあ、企業、そういったところが人手がいなくなっていって撤退をしなきゃいけない、廃業をしなきゃいけないというのが、まあ、全国各地で今課題となっておりまして、今人の取り合いというものが非常に厳しい状況となっております。将来これ日向市に住みたいかということのアンケートなんですが、まあ、割とですね8割近くが住みたい、ずっと住み続けたい、どちらかといえば住み続けたいと言われる方が8割くらいいました。まあ、非常にありがたい結果でありまして、もう住み続けたくないという人たちも若干はいますけれども、まあ、これもいろんな方の意識ですから、市民の意識調査ということで取っております。で日向市に住む予定がない理由、ただやっぱり交通の利便性が良くないとか、医療介護が充実してない、買い物が不便、っていうことが上位に来ております。で、まあ、こういうことも踏まえまして、今目指すべき日向市の将来の方向性ということで、まあ、これはあまり意識して覚えられなくていいんですが、まあ、非常に今人の流れを作っていかなきゃならない、企業も新しい企業を誘致していかなければならない、交流人口、まあ、観光客も含めた交流人口を増やしていかなきゃいけないというのがこっちの上ですね。でもちろんこのさまざまな子育て支援であったり、
出産の支援、そういうものもしていかなければなかなかこの地域は維持できないということであります。まあ、もちろん魅力ある町、防災力もしっかりと作っていく、そして、仕事、働きがいのある仕事を増やす、そしてまた若い人たちが働きたい職場を増やすということが重要でありますので、まあ、行政だけではなくて民間企業の力も借りながら、この地域の働きやすい環境を作っていくということが、まあ、日向市にも求められてきております。先ほども繰り返しになりますけど、2050年にはなんとか4万4000人を維持していく。で、今ですね、合計特殊出生率ということが日向市はすでに 1.82 ぐらいなんですよ。日向市にいらっしゃる方は割とここでは子供を産み育てているんですが、先ほど言ったようにもう非常に母数が減ってます。日向市に住みたい女性の数が減っているのも事実でありますので、その人たちが 1.8、1.9、2.0 頑張っても日向市の子供人口減少はなかなか子供止まっていきません。ということで、ちょっと人口減少の話をするとですね、非常に暗くなるんですけれども、まあ、しっかりとこの地域を前向きに明るくしていきたいと思っておりますので、本日の意見交換のテーマ、日向市に提案したいことということで皆様方の提案を受けたいと思います。ではその説明をもう一度お願いしたいと思います。まずは説明を聞いていただきましてありがとうございました。